しい。君は背中に白い殻を連れて、あの日の私全部で君を しても暑い。ここ冷房入ってないのかな。え、来れない？困るよそんな。あってでも来いよ。神主抜きでどうやって結婚式？ああ、ご安心ください、ご安心ください。あの神主の野郎。まあお綺麗。吐きだめに鶴ですわ。どこが吐きだめだってのよ。団長、大変です。なんですって？ぎっくり腰？個人契約だから代わりも見つかんねえだろう。だから俺が神社と団体契約しとこうって。あれはお金かかるの。金なんてもんはな。じゃあ天童くんがお金持ってるの？そういう言い方は。ちょっと花嫁さんが不安になってますよ。弁義室のおっちゃん呼んできて。お急ぎよ。ったくしょうがねえな。なんなんだよ、もうわしはもう酔うとるで、あんたもう。いいからいいから。あ、まだ時間はかかるようですかね。できたか。もう違う、今日は神前だよ。早くしろ、式開始時間から5分過ぎてるぞ。おっちゃんたら、昼間から顔真っ赤にして。もう文句言われる指示はないわい。おばちゃん、お願い。あいよ。なんだよ。死んぞ。では皆様、赤いお二人の幸せを。本日もおめでとうございます。よく言っといてよ、おばちゃん、分かるように。昼間から酒飲んでるなんてもうとんでもないよ。今日で終わりか。ああ。みんな、長いことありがとう。これからも頑張ってね。館長さんもお元気で。少ないけど、これみんなの退職金だから。なんかすみません。どういうことだよ。俺は聞いてねえぞ、閉館なんて。知っての通り、父の代からの赤字続きで、この建物だって抵当に入ってんのよ。だから別途君の退職金。俺は金なんかな。ごめんね、まだ用意できてないの。私や別当君は勤めが長いからね、額が多くてね、後回しってことになってんの。ごめんね、おばちゃん、近々払うから。当てはあるんですか。なんとかね。払いが遅れている。
離婚の慰謝料少し私になるわ。あ、圭一さん、ゆかりです。ええ、ちょっと話が。それじゃあ明日6時に。ええ、おやすみなさい。父は大変なお人よしだった。人助けしたり騙されたり、祖父の代で築いた財産はほとんど人手に渡った。私に残された遺産はよりによって崩壊寸前の結婚式場。仕方ないのよお父さん、ごめんね。閉館なんて、旦那さんあの世でがっかりしてますよ。まったくな。仕方ないでしょ。選挙区やんけ。どなたかしら。どなた様でしょうか。ああ、お嬢さんですな。これはこれは、よく似てらっしゃる。すげえ本物だぜ。いやー、やっぱアメ車は違うな。ほんまに違うな。あんたたちが違いの分かる男だとは知らなかったよ。窮屈ではありませんか。いえ、それで父とはどういう。もう30年以上昔のことですが、実は私ロマン会館で働いていたんです。稼いだ金を元手にアメリカで一旗あげてやろうと。途方もない夢ですわね。若かったですから。渡米資金がたまり会館にお暇をいただいたその日に空き巣に入られまして、再び稼ぐにも多額すぎましたし、諦めかけていた私のところにお父様がいらして、向こうで成功したら返してくれればいいと、まとまったお金をくださったんです。おかげで私は渡米でき、恩に報いるためにも必死で頑張りましてね。おお、懐かしいな。すっかりさびれちゃって。どうぞこちらへ。実は私と妻はアメリカで知り合って30年連れ添っておりますが、式を挙げておりませんの。